吉田さん、上島竜兵さんね、亡くなっちゃって残念ですね。でもなんか上島竜兵さん亡くなった時は随分人の思いに上ったんですけども、アクセスが急激に落ちて、今こうしてね、この10月15日に上島竜兵さんの話題でやり取りしてる人って果たしてどのぐらいいるんでしょうね。やっぱりこう死ぬと忘れられるんですよね、人って。生きていても思い出してもらえなかったりするんですよね。なんでしょうね。かと思ったら2500年前のなんか孫子の兵法とか言ってね、孫子なんてどんな人か知らないのに未だに人に引用されてね、本当に孫子が言ったんかみたいな、後付けじゃないのかとかね。孫子がもしね生まれ変わって言ったら、いや私そんなことしてませんよ、え、兵法ってのがあるの、いやそんな本書いた覚えないんですけどねとか言われるかもしれないですね。でね、なんかこう志村けんさんが同じお笑い芸人としてね、こう上島竜兵さんすごく可愛がっていたんですけども、常々言っていたとされているのが、最初から全力でいかないやつはその時点で先がないってやつなんですよ。これはね私も思っていて、次の試合ってないかもしれないんですよね。で今日やりきって明日はないかもしれないわけなんですよ、これ本当にね。もしくは明日はもうね、その本気になる場所が与えられないかもしれないですよ。だから明日があるさとかね、次のチャレンジがなんかあるとかっていう、まあそういう寝言をね、なんか頭に留めてるようだから、結局今日の勝負にも負けるんだろうなと思いますし、やり残したこと多いんじゃないかなと思うんですよ。だからこう今日という日を目覚めて起きるんだったら、すなわちもうねやることがないぐらい、もうなんか言ってみれば、前も言いましたけども、なんかもう今日で寿命が尽きても全く後悔ないよぐらい出し切って生きていると、いやこんなに素晴らしい人生なんだったら明日も生きたいよねっていうなるんじゃないかなと、逆説的にね。そういう風に生きたいですよね。なんかやり残したことがあってもう収拾がつかないから、もう早く終わってくれみたいなね、投げやりになってしまうことってのはあると思うんですけども、人によってはなんかもうやりきってしまったんで、いや本当になんか何の悔いもないよって、こんな人生だったら続けたいですみたいなね大きな矛盾をはらんでますけども、まあでも初速が最大速っていうのは速稼塾でも一つのコンセプトとして、マスターマインドでね、多くの方にお伝えしていて、まあ、それを機会に本当に初速から最大速でやってくださる方とか、格下も温存しないとかね、秘密兵器とか切り札を最初の一手から使うみたいなね、それこそ配られた手札にジョーカーがあったら最初から使っていくみたいな、そんなもんだと思うんですよね。なんで明日に回すんだろうとかね、10日から販売ですとか言って、なんで10日まで待つんだろうみたいな、今日先行販売しとけよみたいなこともあると思いますし、先延ばししてしまうことってのはね、特にあると思うんですよ、どんなことでも。でも先延ばしを1日でも前倒しにしていって、今までは10日先に前倒ししたけども、あ、9日先になったぞみたいな感じで、先延ばしは先延ばしなんだけども、先延ばしの中で前倒しできたみたいなところに、まあ進歩を感じたりとかね、なんかやっていけるんじゃないかなっていうふうな巧妙を得たりとかできるのかなというふうに、志村けんさんからね勝手に受け取ったわけですけども、さああなたはいかがでしょうか。それじゃあまた、さよなら、さよなら、さよなら。